産業食品札幌一番おいしい麺屋さん名古屋国塩、揚げ麺に粉末スープと調味料がついています。麺は麺線22番ということでやや細め、あまりしっかりしている感じではありません。スープは濁い感があり粉末っぽく高級感はありませんが、嫌味でない程度に甘みが出ているのが特徴です。同社の普通の塩ラーメンよりは癖がありません。